これを聞いてくれないかって使うか使わないか分かんないんですけども、歌舞伎さんがそのジャンボさん最強説がいやそんなことないよっていうようなのがネット上で話題になってるということで、そこを一回その実際聞いてくれないかということなんですけど、もうネットとかでやっぱジャンボさんやっぱすごいいい選手で、強かったっていう票がものすごいやっぱ多く、でその中で唯一いやそんなことはないよという意見が歌舞伎さんのところあるということなんですけど、歌舞伎さん的には その辺はどうですか、ね、ジャンボさん。ジャンボは覚えは良かったですよ、こなすんですけど、やっぱりね芯が弱いっていうのか、打撃戦とかガンガンガンってなる試合には縮め上がっちゃうんです、出てこれないんですよね。でやっぱりそういう弱点っていうのがありましたよね。でもなんか向こう気が強いイメージはありますけど、やっぱそういうちょっと喧嘩的なところになるとやっぱ違う、全然違います。なるほど、そういうねグワッとこうのがないんですよね。でもアメリカの昔の試合はなんか本当そういう突然仕掛けてきたりとか、試合の中で分からないところで仕掛けてきたりとかって、そうなんですね、あれはやっぱりちょっと気持ちがしっかりしてないと返せないですよね、あれ見てると。そういうのってやっぱ昔はあったんですか、立ち掛けて、しょっちゅうありましたよ、アメリカは。若いやつが、なあこ の日本人の大したことないだろうって来るんですよ、ドキドキドキってガッキーって決めてやると、いつだって言って、そうすれば日本人だから余計そういうのをやってくるわけですね。そうです。でも歌舞伎さんもそれ誰かが日本人ではそのよくマネージャーと日本人のマネージャーがついてたりとかパートナーがいたりっていう形でみんなやってるけど、歌舞伎さん一人でやってるわけですもん ね。余計狙われやすいですよね。そうですね。なんかそういうのが多かった場所ってあるんですか、例えば南部の方だとか。いやもうどこにもいますよそういうのは。あ、本当ですか。アメリカ中、そういうトンパチが、平成新聞の中で歌舞伎さんから見てトンパチは誰でしたか。平成新聞ですか。だ後藤ちゃんかな。後藤ちゃん怒らせると怖いよね。あとじゃあこの平成新聞の同窓会みたいな形をここでやってですよね。ねえ、やりたいですね。ねえ、懐かしいですね。ねえ、そしたらみんな好きなだけ酒も飲んで、多分ここの町内会が多分文句が出てくるかもしれないですけども、もうこちらのあれも長いんですか。何年になるかな。以前が飯田橋でしたよね。こっちは5、6年じゃないかな。5、6年ですか。5年ですか。あ、もうじゃあ5年だ、長いですね。でもここはもう歩いて後楽園に行ける距離ですね。そうですね。これ歌舞伎さんもたまに後楽園に試合見に行ったりとかしないですよね。一回行ったからって言ってもそれないですね。 あんまり行かないですね。行かないですね。うちのは行ってますけど、ね、あ、本当ですか。どの辺の試合を応援しに行ってあげてるんですか。今はノア、娘は新日とかも。まだ本当に近いですからね、ここは。まああとね、先前回も言ったけど、もともとこのすぐ近くのところに日本スポーツ出版、週刊ゴングという編集者もありましたし、まあもうだからこの辺はもうプロレスの聖地というねところですから、ぜひ皆さんも一度また歌舞伎さんのお店にねいらしてください。文京区小石川 1-25-9 もう覚えました ね。そんな感じで、私のおすすめはですね、やっぱりガッテムポテトですかね。ガッテムはやっぱり元祖は歌舞伎さんです。いやいや、ね、長老さんです。いや、長老さんはもうそうやってガーッてってやってるんですよ。あれはあれやっぱ俺アメリカ行ってた87年8年ぐらいに少しオールドタイマーのレスラーたちがガッテムとかって言ってるので、なんかそれが耳に入ってコピーで俺もガッテムって言ってて、今の俺らの世代のレスラーとか今の世代の人たちがガッテムなんて使わないですもんね。そうですよね。あれなんか戦後かなんかのあのぐらいの時に使ってるような英語ですから。いやいや、まあ、元祖は歌舞伎さん、それからグレートムタも、元祖は歌舞伎さんですから、はい、三銃士歌舞伎さんからパクってたということがね今回分かりましたんで、皆さんぜひ歌舞伎さんの、お店の方に遊びに来て、歌舞伎さんとねプロレスの話もお聞きできますよね、はい、もしね聞きたかったらいろいろなここでは話せないような話が多分いっぱい聞けると思いますんで、差し入れを持って
遊びに来てください。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。